そうなの、最強ツインテール。私も踊れるようになりたい。結構みんな踊れるというか、なんか TikTok のやつできるよね。正解はみなみさん。みなみさんから、いつだったっけな、去年ぐらいかな、去年、うん、去年ぐらいだ、2年いただきまして、これ着てるのすごい可愛いから、なんか特別な配信の時に着ようってずっと思ってて、今になります。何回目だろう、3回目ぐらいかな着るの。うんうん、そうなの、メイドさんみたいってよく言われる。え、ツインテール流行ってるの、なんか最強ツインテールが流行ってる感じ。竹はね、竹感はでもこんな感じ。わかんない、こんな感じです、こんなです。なんか膝ぐらいかな、ちょうど膝ぐらいで、短すぎず長すぎずっていうちょうどいい、はい、今日もお茶感じです。今日ねちょっと簡単なビンゴもしようと思ってて、あ、ビンゴって言えるのかわかんないな、なんだ、席順をね、あの決めようと思ってまして、もうちょっとみんなが来たらにしようかな。あ、今日は9時からだいたい約1時間ぐらい配信をして、あと11時じゃない、23時30分からもまたちょっと配信しようかなと思っています。なのであのもちろんね、今イベント中なので、こうイベントの支援される方もいらっしゃると思うので、こう無理なさらない程度にこう見に来ていただけたら嬉しいなと思うし、メールとかでも、あの今日の夜の配信分は明日になっちゃうんですけれども書くので、はい、なんか気軽にフラッと見に来ていただけたらなと思います。ビンゴ怖い。はい、2回配信しようかなって思っていまして、なんかやっぱりなんかショールームのイベントしてるメンバーすごい頑張っていて、なんか私なんかちょっとダメだなって思っちゃうのと、なんかこうアプリってこうなんだろうな、こう正直こうファンの皆さんがこう頑張ってくださっているのに、こう私が何もお返しができなさすぎて、なんかちょっと良くないなと思ったので、こういうねちょっと無料なの配信になっちゃうんですけれども、こういうのでなんていうの、還元っていう言葉あってるのかわかんないんですけども、ちょっとでもなんかこうあのためになる、何言ってるの、ためになるというか、あーなんかあのちょっとでもなんかこうみんなの心にふわっと届いたらいいなと思っていて、その感謝の気持ちを込めて配信をはいしようと、はい思って、ちょっと今日は2回にしようと、あ、そのお返しみたいな、恩返しな感じ。なんか決起集会はいっぱいやりすぎちゃって、本当にさ、それ自体決起集会って呼んでいいのかわかんないんですけれども、はい、ちょっと決起集会みたいなものを私いっぱいしすぎてるよね、3回ぐらいしてますね、はい。ですけどちょっと夜にも決起集会をはいしたいと思います。ね、決起集会ってどういうこと、なんか決起集会って気持ちを一つに合わせるっていう意味かな、だったら何回しても大丈夫なのかな。って思って、はい、じゃあちょっと11時、でも明日からねお仕事の方もねいらっしゃると思うので、ちょっと無理なさらずに、はい、飲む会、うん、なのでちょっとフラットを見に行っていただけたらいいなと思います。なんか私も今日もすごいメンバーがいっぱい配信してたから、こういっぱい見に行ってみんなね頑張ってるなと思ったし、こう私もねあのおにぎりのためにね朝ちょっと5時ぐらいに目を覚まして、だからこう日向さんが配信されてたのかな、そう日向さんの配信を見に行ったりで、あ、サラが5時から配信したの、サラの配信を見て、でちかなの配信も見てて、こういろんなじゅんぐりみんなのを見てね、こう頑張れっていう念を送りました。頑張れ
なのでこう皆さんもこうね、応援を、このイベントに関してはやっぱり推し編とかとは違うなっていうね、なんかこう団結力っていうのがあるから、なんかそこは私は学びましたこれは推し編とかそういうのではなく、こう応援、団結して応援するイベントなんだなというのをね学びましたので、こうみんなも、いやこれ言ったからって言ってなんかすごい推し編とかそういうのじゃなくて、もちろんそうなんだけど、でもこういうのイベントはやっぱり力を合わせるものだなって思ってるから、こうメンバーがなんだろうな、意気込みとかかな、意気込みとか面白なそうな配信とかしてたら、なんかこう応援してあげるのすごいね、いいことだなと思いましてはい、そうなんです。あ、推しマシって言ってないよ、推しマシはね言ってませんよ、一言も言ってないですよ言ってないからね今日の目覚めはどうだと思って、朝普通だったかないつも通りにパッて起きて、あ、みんなも起きてるかなと思って755更新してみて、うん、そんな感じかな。それでショールームを見たという感じ。あと TikTok も更新しました。 TikTok 360度どこから見てもアイドル、出席番号ラッキーセブン、好きになってもいいですかをね更新したので、まだ見てない方はぜひ見てください勘違いしちゃダメだよみんな一番は私の上でということですでもコメントがね、さっき見たら85個ぐらい来てて、もう全部読ませていただきました、ありがとう。あ、見た、ありがとう。うん、そう、私が一番の手だからね、ここが地盤となってる、地盤っていうかここがもう基礎という、はいここを元に話してますので、うん、そういうことです。基盤かそう、基盤、帰りが一番っていうのを基盤、基盤、大前提、そうだそうだ、大前提だ、そう、帰りが一番っていうのを大前提として話しました応援しよう。うん、48物語こう投稿して、投票してきてありがとうございます。そうなんですね、私の方もね、48物語をしててね、うん、私ね、歌謡期始めてからまだ一回もおにぎりを無駄にしたことないんですよその佐藤家のおにぎりは何一つ無駄にせず私が消費させていただいていて、なんかこう、なんかその早起きしてそれやって何が変わるんかってちょっとあるかもしれないけど、でもそれを何日もね、今2日目だからあと何日か続けていったり、その他の家族の携帯とかもあるから、多分佐藤家のおにぎりのね消費の仕方は絶対無駄になってないって信じてますはい、だからみんなもそういうのはね絶対無駄にならないと思うし、なんかあれっておにぎり10個ぐらいで5、6票ぐらい、はいね、いただけちゃうので全然バッチグーです。なので、うん、という感じです。じゃあちょっとみんなも来てくださったというところで、ちょっとじゃあビンゴもどぎを、もどきだっけ、ビンゴに似てるみたいな、ビンゴもどぎをしたいと思います。イエーイ。とりあえず私が今からしたいのは、上手か下手か、優勝か優勝でないかを決めるという、何だろう、座席をこうなんちゃってビンゴそうをねやろうかなって思っててちょっと優勝とかはでも落ち込みすぎず、何だろう、空想なのでね、真に受けないでね。でちょっとやり方なんですけれども、この投票システムを使ってやりたいなと思って、1から5
こう1から6ぐらいまでのね投票ボタンを用意してみんなに投げてもらって、で私はそれを見ないでこっちでこう書いてて、この方はこっちですドーンって言って、1番の方あ優勝です、2番から優勝ですみたいな、あ優勝2人いるなそういう感じで、あのなんだろう、領域 A 領域の方、あじゃあ1領域の方2領域の方みたいな、そういう感じです。だから優勝は1人じゃないかもないし、みんなかもしれないし、誰もいないかもしれないっていう、こう新スタイル名付けてビンゴもときはい、ちょっと失敗するかもしれないけど やってみたいと思います。ちょっとやるねなんかね今1から5と1から6で迷ってるけど、うーんどうしよう、6にしようかな、とりあえず。あーちょっと待ってください、5にします。じゃあちょっと1から5までを用意して、ちょっと時間ちょっと長めにしますねいきます。じゃ あの1種類しか投げちゃダメだよ、あの1類以上、あ2種類以上投げた方は立ち見いや立ち見が悪いわけじゃないから、なんだろうな、ちょっとダメ、1種類しか投げちゃダメということで、よーいどん。じゃあ見ないで書いてくね。あ、間違えた間違えました。間違えた、え、やばい何回も間違えちゃったA って書いちゃった、いくよ、慌てるかな投票、えい、おやばい3番が一番多い、やばやばいというか、じゃあ皆さん自己、あの自分がねお投げになったボールのね番号覚えててくださいよ、いきますよ、じゃん、私的に、あ待ってください、ステージがここ、5番の方は最善です、おめでとうございます、こっちがステージなのでね、5番の方が最善となります。そして3番の方は立ち見です立ち見となります、しかもこのぐらいのスペースしかなくて3番が今一番多かったからちょっとはみ出ちゃうかなちょっとぎゅうぎゅうかもしれないんですけど、まあ、いわゆる優勝みたいな立ち見ですそれでですね、あの1番の方、ここはねちょっと柱があるんですけど、でも大丈夫です、あのミラーもあります、こっちも柱あるんですけどミラーがあります。4番の方はねこうアリーナということで、真ん中アリーナです。皆さんはどうでしたか、神下分かったあごめん、ちょっと通知来ちゃった最善の方とここちょっと DMM らへんかなでアリーナの方と上下の方ということで、じゃあ皆さん自分の座席にお座りください。よし、3が一番多かったね、次何が多かった、4とか少なかったかないきます。本日はお家でゆる帰り公園にご来場いただきまして誠にありがとうございます。はい、今日の鍵アナウンスは NGT48 ドラフト3期研究生の佐藤海里がお務めさせていただきます。はいはい、館内は禁煙の上スマートフォンは使用しないと見れないので、スマートフォンはね今日はね特別に使用 OK ですので、
こういっぱい私のことをスマートフォンで見てください。あ、そう、パソコンの方ももちろんです。そしてですね、あのスクショをする際の注意点を申し上げます。あの私はちょっとあのねじあのスクショする際にちょっと目をつぶってしまうことが多かったり変な顔をしてしまうことが多いので十分お気をつけの上あのしっかりあのこれカエルちゃんの顔大丈夫かなって吟味した上で保存していただきたいなと思います。はい、撮影は許可です。許可ですっていうのかな、撮影 OK そう、半目が多いの、半目しか勝たんじゃないわよ半目が多いからね、ちょっとそこはよろしく頼むよ吟味してくださいはい、そしてね、あのあとなんか注意事項あったかな、もうとにかくね楽しむことですかね。あとね、あのコールやなんだろうな、ミックスと打つの大変かもしれないんですけども、こう楽しい時とかはこういっぱいコメントしてくださると嬉しいです。はーい、それでは間もなくあのお家でゆるかえり公演がスタートします。お席につきましてお待ちください以上 NGT48 ドラフト3期研究生の佐藤かりでした。鍵穴顔を見せしながらするの初めてあ、すごい、カイリーだって、ありがとうございます。カイリーありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっと音楽ここで手動で流すからなんかちょっとあれかもしれないんですけど、ちょっと緩い公演なのでお許しください。うん、許してね。ちょっとお待ちください。今楽曲の準備してます準備してます、準備です、準備中です。手動なんです、ごめんなさい、手動ですみませんあ、機械トラブルではないです、一応機械トラブルじゃないんですけど、あ、ありましたありました、これだったっけな、ちょっと待ってください、重いです、エクスペディアでやってるんですけどね、ちょっと待ってくださいね。あ、行きます。あ、ちょっとゾワゾワしてる、ごめんなさいごめんなさい音量ちょっとあの大きかったら言ってください行きます。じゃあ帰り公演スタート。え、流れない、ちょっと待って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 お待ちください、お待ちください、流れないぞ。え、流れてないよね。あ、ごめんなさい、流れました。はい、見てきてくださった皆さん、いつも応援してくださってる皆さん、ありがとうございます。音は大丈夫かなじゃあ1曲目、ほこりの丘、音量大丈夫かな、大丈夫、理想は今日を作ろうと力合わせて歌いながら汗を、あ、歌わりです。いくつもの試練を乗り越えて一つの絆が生まれた、サビ
くもと思い描いた夢が叶いつつあるだけ目指して僕らの人生はこれからもまだまだ続くよ。はい1曲目はあの誇りの丘を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速ですが佐藤海里から自己紹介をしたいと思います。じゃあまずは海里からお願いします。はーい、ただいまー。おかえりー、ありがとうございます。新潟県新潟市出身19歳の海里こと佐藤海里です。あー、コメントありがとうございます。すごい、おかえりーってありがとう、すごいいっぱい来てる、ありがとう。うん、ありがとうございます。はい、今日はですね、早起きをして、まずおにぎりやったり、あと TikTok を撮ったり、こう握手の動画を撮ったりと、すごい充実したね、こう一日になっているのでね、今日のねこの公演、夜公演も成功させて、すっごいあの充実した一日にしたいなと思います。そしてね、あの一人でも多くの方にこの NGT48 とあの佐藤海里を投票されてない方にはぜひ NGT48 物語でこう選んでいただけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お辞儀なんかあの劇場のね自己紹介はね、いつになってもねちょっと緊張して、もちろん初日とかのね緊張がねこう一番すごかった気がするんですけど、どんな MC 内容でもすごい緊張します。いつまで経ってもいつまで経っても緊張します。ちょっと水分補給します。うん、やっぱりファンの皆さんの顔を見たり、あと自分のうちわとかサイリウムとかがあると嬉しいし、頑張ろうって思います。うんあー、今日もお茶です。はい、そうすごいね。あとこう一番 MC で大変なのは、私3列目なんですけども、この前の人たちにね私と同じことをね言われちゃった時、こう言おうって思っちゃうものが先に言われ、私のものと違うことを言うということがあるのでね、それは3列目のね、なんだろう、大変なところでもあのなんだろうな、こう待ってる方がね後ろにいないので、なんだろうな、時間とかは結構気にせずにお話ししてますね、私はね組織名という感じ、あるある、そうあるあるなんですよね。うん、だしこう1列目の人と2列目の人の自己紹介を、なんだろう、後ろから聞けて、すごいなんだろうな、ちょっとファンの方と一緒にこう笑えたりするなという感じ。全員の聞けるっていう、あ、そうだ、全員の聞けるんだ私楽しいです。そうだ、みなみさんが一番大変だと思います。3列目の一番最後でこうなんかちょっとさ、そのまとめとか最近あったこととかもお話しなきゃいけないから、でもみなみさんいつもちゃんとお話でされているから、でも安心して聞けるうん、あ、聞いてるリアクション好き、なんかね、そう、その私の聞いてるリアクションが最近というかね、この前ね、なんか研究生の中で広まっちゃって、みんな目つぶり出しちゃうんだよね。まあいいですけどね
はい、ちょっと MC が一人なんだけど伸びちゃったんですけど、そんな感じです。では次はさまざまなユニットの登場です。まずはこちらどうぞと言って流すちょっと手動です、ごめんなさい、お許しください。手動だしね、この音源がねちょっといい長さのがなくってなくって、あの携帯のやつを録画しちゃったからね。よし、じゃあちょっと皆さん音量確認も兼ねて、あ、いきます。さまざまなユニットです、どうぞ。聞こえる、流れ星ヒッタイム打てる間にわがままな流れ星私の願いを叶えて、タラララン、タンタタ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 、水と書く気がないと生きては抜けない。あ、ちくののパートだ。私は黄色だったよ。あ、ピンクだったのかな。それでもなぜか人はみんなすべたくない、やその力を自由になれるように、どうぞみっと見えたり賢くなれるように、上に乗ってみして、上に流れ星、あ、違いじゃないよ、上に流れ星、潜在一流チャンスだ、イエーイはい、ユニット、あのわがままな流れ星を聞いていただきましたありがとうございます。あこれを踊ったの、ちゃんとね楽曲で踊ったのはあれだ、ドラフトの2周年記念ぶりだいつもはこう16人とかこう4人とかでこう皆さんに見ていただけて、こうみんなのにねこう笑顔とかをなんかこう自分のパフォーマンスとかを見ていただこうという気持ちになるけど、2人だから2択じゃないですか。だからあのなんだろうな、すごい頑張んなきゃみたいな、燃えますね私、ちょっと人数が少ないと。そう、2人に絞られるし、そのあのステージの余白もあるわけじゃないですか。だからその余白がもうなくなるぐらい思い切り踊ろうとか思っていましたはいなんかでもそのねステージの余白をなくすようにね、こうニーズが少ない時は踊るんだよっていうのは、なんかあのねバックダンサーの時にねこうお聞きして、確かにそういうイメージで踊った方がいいなと思っています。あ、違うわ、その時じゃないな、何の時だろう、あ、先輩が見に来てくれた時だ。なんかリハーサルを見に来てくださった時があって、その時にそれをねお教えしていただいて思ったという感じですはい、おしさいは私は赤ですよ、私は。そういうのも学べる。あ、あとこう1曲目のね誇りの丘について、私これすごい覚えてるんですけど、こうドラフト生が入ってこう初日を迎えるまでダンスの先生に振り入れをしていただいて、あの南さんが来てくださった時があったんですよ。そう、なんかまだ2期生とかもいらっしゃんなくて、こうドラさんだけでレッスンしてる時に南さんが来てくださって、誇りのすごい細かい振り付けを教えていただいたのを今思い出したな。そう、
ここはこうだよとか、なんか V ではフリーレスト V ではこうなってるけど、なんか実はこうなったんだとか、変更点とかをすごいいっぱい教えてくれた思い出があるし、あと誇りの丘もそうだ、ドラフトの時にやった楽曲です。うん、そう、なんか結構なんか NGT、 私が多分加入した時だったからかもしれないけど、誇りの丘の衣装のイメージが強くて、私も誇りの丘の衣装すごい大好きなので、こうまた着れたらいいなって思ってます。はい、そしてですね、続いてはもう行っちゃいたいと思います。これも手動なのでちょっとお待ちください。そしてカチャカチャする、好きみんな好きだね、ホコリの衣装。え、本当に好きなんだ行きますよ、次。あ、続いての楽曲で最後の楽曲となりますっていうの忘れてたはい、気を取り直して、残念なことに続いての楽曲で最後の最後になっちゃいます。急すぎる言うの忘れてたそう、30分の公演本当の縁になっちゃうね。そこをなんとか、今来たばっかり、やだやだっていう、今来たばっかりは結構聞きますねもう一回とかでも本当に配信今来たばっかりの方はいそうなんか文字で表すとなんかリアルに言ってるみたい本当に今来たばかりみたいなはい、本当に最後の楽曲となっちゃいました。はい、それでは聴いてください。で手動いきます。ちょっと待ってね、手動中です。あ、いけそう、立ち上がる。しかも最後の曲結構すぐ終わっちゃうので、皆さん最後楽しみましょう。皆さん今日は見に来てくださってありがとうございました。最後まで盛り上がっていきましょう、みんな大好きだよー、イエーイ。幸せだったらこの時間が続くよ、ずっとずっとずっと祈っているよ。愛の手みたいな、帰りのことがとか NGT がとか
そういうのを一回やってみたくってやっちゃいましたけど、コメント見てたよそこありがとうございます、反応してくださってありがとう。ということで、じゃあ最後の挨拶をしたいと思います。今日もカイジのショールームをね見に来てくださって、おうちゆる公園をね見に来てくださってありがとうございました。つなぎます、つなぎます、せーの、ありがとうございました。でちょっと違う曲、指導でごめんなさい夏と泣かれない、あちょっとお待ちくださいねいやまだ挨拶終わってないです、挨拶してないから待って待ってね、ちょっと挨拶の時に流れる音楽をちょっと手動でやってまして、あ来た、はい、今日はありがとうございました。でこれ今は俗に言うね反省会へ向かいます。でこの時にお茶を飲んだり、うん、メイクを直したり、ね、髪の毛も直したりします。で誰が来たのかを思い出します。反省会はねちょっと短い反省会になっちゃうんですけど、なんだろう、でも今日のビンゴがね思いのほかみんながね喜んで、まだまだまだ反省会中喜んでいただけてすごい嬉しかったなと思いますし、なんか鳴るんですね、ごめんなさいなんか今日いっぱい煽りとかもすることがさせていただけたし、あと君好きの愛の手もできたし、私的には大満足ですということで、じゃあお見送りとかプチお見送り会は終わりで、じゃあ私は下手に履けました、帰り下手に履けた、でどうしよう隠れようかな誰か誰でも、あアコールが始まったぞいつもそうやって聞きながらアコール一緒に着替えてるんですけど、ちょっと音源をね用意しながら、ちょっと音源用意しながら、まだ隠れてます、私見てません、位置についた。ことないもので、あの日からあなたに呼ぶ修行を。あ、待ってください流すの間違えちゃった、こっちじゃない、いや、いいかな、こっちで、ごめんなさい、なんでもないです、なんでもないこれ、ファンの方の声入ってるけど、ごめんなさいねごめんなさいねうえ浮かぶようにバッと歩いてる祖母夢見心地で、これは音源がなくてですね、私が持ってなくて輝くそんな気がしてた、
今の話をしてすごいみんながねこう喜んでくださって嬉しいです本当にありがとうございますはい、もうね楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまって、もう本当にこの曲が最後の一曲となってしまいます。あれ、これみんな A、 あ、いやだって、はーい。じゃあ最後にこうみんながこうちゃんと大きな声を出せるようにみんなの大好きな楽曲を踊りたいと思いますどうなんだろう、最前の方どうでしたか見えましたか最前の列の方、最前の方は5番の方、ドキドキだって近かったかな見えたかな。じゃあ3番の立ち見になっちゃった方もどうですか。ちょっと遠目でレッスン送ったし、流れ星の時の、はいレッスンちゃんと回収いたしましたかで上手の下手の方、ちゃんと私左右に行ったんですけど見えましたか見た、他の子いないから見てくれたかな。はい、ちょっとよく見えたということで本当に最後の楽曲に行きたいと思います見えた、ありがとう。柱で見えないとかあるあ、うちはガン見してましたか。はい、ノールックドレスちゃんとしたじゃないかはい、
いきますね。ちょっとこれも最後の楽曲も変わらず自動手動です。よし、いきます。それでは最後の楽曲となります。聴いてください。マックス時315号。あ、 CM お待ちくださいね。あった、いきます。音量大丈夫かな。はい、せーの。はいはい、あー、よっしゃ行くぞー。うーわー、抜ければ近づく美しいあの街。昔ここが隣だった。じゃんじゃんじゃん。私もイエーイ。はいはい、一番最後の楽曲マックス315号を聴いていただきました。ありがとうございます。すごいコメントでいっぱい、お礼もって言ってくれてるありがとうございます。ありがとうはい、間違えた。アンコールするアンコールする前に手を挙げてお辞儀しちゃってたし間違えちゃった。あ、そんなこともありますねで、分かってたみんななんかさ、あれもう一回手つなごうと思ったけど、あれさっきつないだぞって思ってさっきつないだ反省会もしちゃいましたね。間違えました軽い事故ですが、あとゆる帰り声なので問題なしとはいということで、じゃあ最後の挨拶をさせてください。うん、せーの、ありがとうございました。今日は負けでもいい、はい、毎日かけない、ありがとうございました。今ちょっと1回目のお見送り中ありがとう。こっち反転してんのかな。上手の方ありがとう。下手の方で最善の方と辰巳の方辰巳の方、そしてアリーナの方ありがとう。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ私は履けます。本当に履けて、次がねメイク直しですね。直したいと思います。ちょっと公演久しぶりだったか順番を間違えちゃうなんて。よしで確認をしてお水を飲んで、よしで、お見送り OK ですよって言われて、はーい行きますと言って一列に並びますその並び順は結構ね適当です。でファンの皆さんと目があったら手振るという感じちょっといつもね、ちょっと椅子はなくてね、なんかこう中腰だったっけ、このぐらいでやってるから、じゃあそうするありがとうございました。
君も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 ありがとう。ありがとう。ちょっとすいません、お座りさせていただきます。はい、じゃあ、ちょっとこれ前回も言ったんですけど、最後の方にはね、特権でね、研究生みんなで言うんだ。せーの、また来てねって言って、あのドアが閉まります。はい、そんな感じです。すごい、ちょうどあと6分ぐらいだ。本当にありがとうございました。なんかすごいね、ちょっとグダグダなゆるゆるな公演配信だったんですけれども、みんながね、88とか帰りとかコールしてくださるおかげで、すごいね、潤いました。私のルームありがとう、盛り上がってた、ありがとうございました。よかった、また行きたいで、本当に、ありがとうございます。音源とか手動だし、ファンの方の声入ってましたけど、でも本当の公演でさ、もしじゃあこれが起こった場合、みんながわあラブ修行だってほいっていうのがさ、聞こえたらびっくりじゃないですか。まあでも本当はそういうのないんで、あの安心してLGT 劇場に、はい、あのね、ちょっと今のね時期がね終わりましたら遊びに来てください。もうすごいね楽しいので。はい、ということで終わり、イエイイエイ、水分補給、うん、待って、面白すぎる、帰らないでね。ちょっと帰らないでねというかね、はい、そこでステイしてくださいね。またすぐしようと思います。明日できたらしたいなと思ってます。ね、今イベント中だし、物語のねイベント中なので、なんかショールームでこういうことをしていけたらいいなと思いまして。みんな生写真は、集合写真はゲットしたかな。あ、集合写真のことを話した、あ、今日集合写真も撮ればよかった。なんかね、あの集合写真は開始15分くらい前にね撮ってるんですけれども、あのポーズとかはね全部ねその時にね決めちゃうの。ね、これにしようとか、え、ありがとうありがとう。来たお母さん見せてくれてたんだ、すごいいっぱいある。これで全部なのかな。あ、ちょっと、あ、全部じゃないかも。でもこういう風にこういっぱい、あ、な、ごめん、指紋ついちゃった。指紋ってついていいのかな。あ、袋に入ってるから大丈夫かな。こんな、あ、こんな感じです。この時なんか、あ、ハート作ってる、ハート作ってるね、袋に入ってる。あ、これちょっとみんなに、私の夢品公園に出させていただいた時だ、あるね、もしかしてこれ順番になってるかな。あ、ドラさんだ、これね、型紙が入ってる、うん、という感じでね、はい、販売しております。これサイズあるのかな、サイズが2個あるかな、小さいやつと中古だね。入った時必ず買う、おお、嬉しいな。なんかね、誰のお家だったっけな、ゆなんち、あ、ゆめんち、両方かな、ゆめゆなのお家にね、もうね生写真がね飾ってあってね、嬉しくなった。そういう風になんかメンバーもなんかこういう、なんだよね、なんか記念写真系とかすごい好きだから、メンバー同士もみんなのこと大好きだから、やっぱりみんなとの写真って嬉しいじゃないですか。だからみんなたち冷蔵庫とかに貼ってくれてたりして、あー嬉しいって私もね思いました。だからメンバーもこういうのね好きだよ。という感じです。はい、時間ちょうどいいな、今日もねちょっと見てきてくださってありがとうございました。
冷蔵庫には貼ってないかな。うん、ね、ありがとう、見に来てくださって。で11時30分からはあのコメントとかをね、こういっぱい読ませていただきいて、私も口から話すっていうか、なんだろう、普通にトーキングタイムお話タイムになるかなって思いますはいということで、見に来てくださった皆さん本当にありがとうございましたね。あの NGT48 物語の最終結果発表まで残り3日となります最後の最後までもう一緒に戦ってくださると嬉しいです。頑張りましょう。私も頑張るね。ありがとう、見に来てくれて。またね。じゃあまた後でかなまた後で頑張ろう。